副腎皮質は、アルドステロンとコルチゾールのそれぞれを含む、硬質コルチコイドと糖質コルチコイドの生産を通して、ストレス反応を調停する、副腎の周囲に位置する部分である。また、男性ホルモンのアンドロゲンを合成する場所でもあり、たとえ女性でも、ここでアンドロゲンが合成される。副腎皮質は、その組織に基づいて、3つの異なる層に分類することができる。 腹腎の外周側から、急上層、束上層、盲上層の順番で重なっており、盲上層の内側には、腹腎随質が存在する。なお、人では、腹腎皮質が、腹腎全体の75%以上を占めている。このうち、中層部の束上層だけで、腹腎皮質全体の8割弱を占める。次に多いのが災害部の急上層で、 副腎皮質の15%程度を占め、残りの7%程度が猛上層である。すべての副腎皮質からのホルモンはコレステロールから合成される。コレステロールはミトコンドリア内膜へステロイド酸性急性調節タンパク質によって運搬され、そこで酵素細イプ 11A1 によってプレグネノロンに変換される。したがって副腎皮質の 全3層でのホルモンの製造は、ミトコンドリアへのコレステロールの輸送とプレグネノロンへの変換によって制限される。プレグネノロンはプロゲステロンに脱水素化されるか、17、ヒドロキシプレグネノロンにヒドロキシル化されることができる。これまでのステップは、多くのステロイド合成組織に起こるが、以下のステップは、副腎皮質だけで起こる。副腎皮質は、 いくつか異なる副腎皮質、ステロイドホルモンを生産する。ありがとうございます。